う一度撮影させてください。実は徹が撮影の失敗に気づき、2人だけでもう一度取材に行っていた。カメラ OK、 よろしくお願いします。七夕祭りが始まったのは、うん、野島さんが何歳ぐらいの時なんですか？12、3歳ですかね。うちの親父は商店街の皆さんがちゃんと撮れてました。ありがとうございました。よかったね、よかった、ね、本当によかった。こういうのなしね。ごめんなさい。ごめんなさい。私がきちんとカメラを。そうじゃなくて、内緒にしないでくれってことで。失敗なんてみんなあること。気にすんな。俺らチームじゃないか。仲間だよ。野島さんの花作りを手伝った。こうした準備を福生の人たちは何ヶ月もかけてやっている。早くみんなの竹飾りが見たい。そして4日間七夕祭りが行われる。初日の朝早くから竹飾りの準備が始まる。祭典も軒を連ねる。大丈夫です。こちらです。頑張って。頑張って。頑張って。マキ君、頑張ってよ。竹飾りの中、みこしやパレードなどイベントが目白押しだ。祭りの準備から撮影してみると、商店の人たち、市民の皆さん、市役所の人たちが協力し合って、このお祭りを盛り上げようとしていることが分かった。これが共同なのかな。七夕祭りが福生市の西側の大きなイベントだとすると、横田基地日米友好祭は東側の大きなイベントだ。この日は横田基地が開放され、アメリカと日本の人たちが交流する。
この頃、僕たちは ボランティア活動で忙しい美穂ちゃんのお母さんがよく行っている輝き市民サポートセンターを訪れた。いただくなり、在宅介護支援センターというところがございますので、ぜひとも市役所の職員の方を招き、市政出前講座が開かれていた。なかろうかと思っております。福生市も高齢化率が直近ではみんなご苦労さん、美穂みんなに迷惑かけてない？あ、純ちゃんもいるから大丈夫ね。紹介しますね。先日お話ししたビデオのグループです。こんにちは、よろしくね。今日の活動を撮影してくれるのね？はい。あ、こんにちは、リーダーの高崎さんよ。こんにちは。今日はどんなことをするんですか？実際に街に出てバリアフリーのことを調べてみるんだ。車椅子を用意してるからみんな乗ってみて調べてみよう。僕たちも車椅子に乗ってこの活動を体験した。美穂ちゃんのお母さんが参加しているボランティア活動は、町がバリアフリーになっているかどうかチェックして市役所に伝えている。福生を誰もが暮らしやすい町にしようと思っているのだ。こうしたボランティア活動は福祉、教育、環境などをテーマにたくさん行われているという。市民も市役所の人もお互いパートナーで、福生全体が一つのチームなんだな。共同という意味が少し見えてきた。実際に乗ってみてどうだった？結構整備されていると思ったんだけど、実際に乗ってみると結構道ガタガタしました、ね、歩いてる時と車椅子乗ってる時とやっぱり雰囲気違うと思うんだ。またやってみるといいね。はい。私たち綺麗に撮れた？あ、はい。福生をたくさん撮ったんだってね。それでどうするの？実はまだ考えていません。あ、だったら秋の市民文化祭があるでしょ、そこで発表しなさいよ。でもどうやって？任せなさい。文化祭に参加するグループね、いっぱい知っているから頼んでみるわよ。お願いします。お願いします。夏休みが終わった。僕たちは小学校の放課後に開かれている福生っ子の広場を取材に来た。そこには高校に行った僕たちの先輩がいた。あ、紙芝居始まるよ、行こう。いや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 、にぎやかであったかそうなお家だね。誰がここのご主人だい？イノシシさん。楽しいよね。ほら見て。高校生や大人の皆さんがボランティアになって子どもたちを見守り、一緒に放課後のひとときを楽しんでいる。